徴兵制を敷く隊で毎年恒例の徴兵検査が行われました。兵役に就くかどうかはくじ引きで決められます。こちらの会場では家族や友人など多くの人が見守る中、若者の人生を左右する徴兵のくじ引きが行われています。タイでは20代の男性を対象に毎年4月徴兵検査が行われ、募集数に達しない場合くじ引きで選ばれます。赤い紙のくじを引くと最長で2年間の兵役が決まります。首都バンコクでは31人が選ばれました。今年の徴兵の対象者はおよそ8万5000人に上ります。